港川駅は兵庫県神戸市兵庫区荒田町一丁目にある神戸電鉄の駅。駅番号はキロバイト02、標高は0メートルで、同社の駅の中では最も低い。1968年以前は神戸市内における神戸電鉄のターミナルであったが、神戸高速鉄道開業とともにその役割は新開地駅に移った。神戸高速線については、 神戸電鉄は第2種鉄道事業者であり、神戸高速鉄道が第3種鉄道事業者として施設を保有している。新海地開業以降に新造されたものも含め、車両には港側業の表示幕も用意されているが、当駅発着の列車は設定されていない。その他、連絡通路を経由して以下の路線へ乗り換えることが可能である。ホーム地下1階にコンコースと改札があり、 地下2階にホームがある地下駅であるホームは島式一面2線で有効長は6両分あったが一番スズラン台よりのトイレが撤去その手前にエレベーターが設置されたことで現在は5両編成分ただし現在の停車列車は4両編成以下である新海地寄りのホーム端に神戸電鉄と神戸高速鉄道の境界があるトイレは男女別の推薦式 以前は、スズランダイよりホームに設けられていたが、現在はエレベーターが設けられ、地下1階コンコースにバリアフリー対応トイレが設置された。かつては、下りホームを真ん中で区切って、深海地よりを青線列車用の2番線、スズランダイよりを有馬線列車用の3番線としていた。現在の下りホームは2番線として一つの乗り場に統一されたが、その名残から、 自動放送では2番線ではなく下り線と表現されている。新鉄の急線路跡、神戸高速鉄道開業以前は港川公園の地区低下に所在した半地下構造の駅で改札口とホームは1階にあり、改札口はバス通りに面していた。ホームは串型3面2線で有効長は2両。東側から一番線、二番線となり、両端のホームが校舎ホーム。 中央のホームが乗車ホームとなっていた。1番乗り場はありません。三田線用、2番乗り場は青線用と分けて使用。ホーム付きあたりのわずかなスペースがそのまま改札口につながるコンコースとなっており、反対にホーム先端は水道入り口となり、そのまま港側公園の築地区低下を水道が進んでいた。神戸高速鉄道乗り入れの際に現在の路線に切り替えられ、 旧駅、旧線道跡水道は地下商店街となり活用されている。また、旧駅舎は現役混合生の地上で入り口や、この地下商店街への入り口として、現在も存在している。平成29年度の1日の乗車人員は6,077人であった。繁華街及び神戸市営地下鉄との乗り換え駅のため、利用者はそれなりに多い。 建設中の港川駅開業当時の港川駅現在でこそ、阪神電気鉄道、山陽電気鉄道、神戸電鉄は、神戸高速鉄道を介して連絡しているが、戦前には、阪神、山陽の両者ともが独自に港川への延伸を計画していたことがあった。1930年代、神戸市内に乗り入れる、各支鉄の神戸川ターミナルは各社ごとに異なっており、 山陽は兵庫、阪神は滝道、阪急は植えつつい、新鉄は港川と全く異なっており、ターミナル同士の連絡は長い間神戸市電に頼る状態が続いていた。そんな中、阪神は本線に並行する阪急神戸本線に対抗すべく、本線の高速別線として第二阪神線なるものを計画し、その延長として、 三宮元町港川間の延伸を計画した。そのうち、港川への延伸免許を1934年9月に取得し、暫定的に元町までの工事が進められた。それとはまた別に、山陽も明石港川間の別線を計画し、港川で阪神と山陽が接続する計画となっていた。これが完成すれば、阪神、山陽、 新鉄の三社が港側で接続するはずであったが、阪神本線の元町延伸は1936年に完成したものの第二阪神線を呼び、阪神本線の港側延伸は、資材、資金面での問題があり実現せず、山陽の別線も同じような理由で頓挫してしまった。なお、阪神、山陽の両社ともに、戦後も港側への延伸免許は保有し続けていた。 最終的には、阪神、山陽の両者とも港川への延伸免許を失効させる代わりに、神戸高速鉄道東西線に乗り入れることになり、当初の構想とは違う形で、阪神、山陽、新鉄が接続することとなった。阪神本線の港川延伸計画の名残として、元町駅には港川を起点とした距離 2.4km のキロポストが設置されている。 2013年3月23日より、全国交通系 IC カードの総合利用を開始した時点では、ピタパとアイコカ以外の総合利用カードは当駅を含め、神戸電鉄線では利用できなかったが、2015年3月3日からは、全国総合利用サービスに対応できるようになった。神戸電鉄神戸高速線、有馬線特快速、急行新海寺駅港川駅鈴蘭台駅、準急 普通新海地駅港川駅、長田駅南隣の新海地駅とは、神戸電鉄で、駅間距離が一番短い。ABCDEFGHI、兵庫の鉄道全駅施鉄、公営鉄道神戸新聞総合出版センター、2012年12月10日、156ページ、ISBN 978から4から34300674号、34 ABCD ネサトル、 週刊歴史でめぐる、鉄道全路線公営鉄道、私鉄14号神戸電鉄、野せ電鉄、北条鉄道、北近畿丹後鉄道、朝日新聞出版分冊百科編集部、朝日新聞出版、週刊朝日百科、2011年6月19日、11から13ページ、ABCDEFGH、鉄道情報、各駅のご案内、港川、 神戸伝哲。2015年12月30日閲覧。http://www.shintetsu.co.jp:/r-a-i-l-w-a-y-slash-station:/img/map:/m-i-n-a-t-o-g-a-w-a.ptf。T t p Thompson ハット ABHTTP コロンスラッシュスラッシュ WWW.SHINTETSU.CO.JP スラッシュ RAILWAY スラッシュステーションスラッシュ IMG スラッシュマップスラッシュ MYNATOGAWA.PDF 神戸市統計書より、神戸電鉄と神戸高速鉄道の乗車人員を合算 AB 阪神大震災被災と復旧の記録神戸高速鉄道、鉄道ファン第36巻第12号、購入者、1996年12月、71から75ページ、ピタパエリアの全国総合利用サービス対応路線についてありがとうございます。